セバスチャンはドイツのレーシングドライバーであり、レーシングカーの整備士である。1931年ミルデミリア。ステアリングを握っているのがカラツィオラで、右側の座席に座っているのがセバスチャン。1931年、ルドルフ・カラツィオラのライディングメカニックとしてイタリアのミッテミリアに出場する。カラツィオラは前年までダイムラー・ベンツのワークスドライバーだったが、 経営不振に陥った同社はワークス活動を休止してしまったためカラツヨラはプライベーターとしてこのレースに参戦したこのレースは長距離レースであることからセバスチャンが子ドライバーになったという経緯であるこのレースでセバスチャンはメルセデスベンツ SSKL のステアリングホイールを支えるなどしてカラツヨラの運転をサポートしてカラツヨラと共に外国人としては初めて ミッテミリアの優勝者として名を刻んだ。1932年にアウトウニオンが設立されると、セバスチャンは同社が設立したレーシングチームでドライバー兼メカニックとして働き始めた。1934年のグランプリシーズンからアウトウニオンがグランプリへの参戦を始めるに際して、同チームのリザーブドライバーに任命され、コッパーチェルボ、イタリアグランプリ。 チェコスロバキアグランプリといった数レースに参戦した。コッパーチェルボでは5位、イタリアングランプリとチェコスロバキアグランプリでは7位になるという結果を残したが、当時のヨーロッパ選手権を戦えるほどの速さは持っていなかったことから、ドライバーとしてのキャリアはこの年で終了となる。ビルヘルム・セバスチャンの弟であるルートビヒは、アウトウニオンでチーフメカニックをしていたことから、彼もまた、 メカニックとしてアウトユニオンに残り、1935年シーズンは新人のベルント・ローゼマイヤーの担当となり、その後も彼の担当を任された。1938年1月28日、アウトバーンのフランクフルト・ダルムシュタット間で速度記録への挑戦が行われた際、復帰渡る風が強いことに気づいたセバスチャンはその日の出走を中止する要塞さんにわたって、 ローゼマイヤーに進言したが、それが聞き入れられることはなく、ローゼマイヤーは、速度記録挑戦中に高速走行する車両が、オ風に煽られて、走路外に飛び出し、事故死した。ニュルブルクリンク北コースの名物コーナーである、カラツヨラカルスセルについて、一般的に、ルドルフ・カラツヨーラが最初に、そこを走行したとされているが、ノイバウアーは、自伝の中でレース前に、 そこで実験を行って、溝を使った走行が可能だと明らかにしたのは、セバスチャンだとしている。チームカラツヨラの縁から、セバスチャンは、アルフレート・ノイバウアーをはじめとする、ダイムラー・ベンツの関係者とも親交があり、ノイバウアーによれば、アウト・オニオン在籍時にメルセデスチームにスパイを仕掛けていたという。いずれも、メルセデス・ベンツとアウト・オニオンが争っていた時代から20年ほど、 たった頃に、セバスチャンがノイバウアーに語ったという内容で、真偽は不明だが、ノイバウアーはこの話を聞いて、情報活動など、当時の自分には思いもつかなかったことで、むしろ感心したということを自伝に記している。他にも、メルセデスチームが秘密裏に開発していた W165 の存在を、セバスチャンがなぜか知っていて、W165 の テスト日にホッケンハイムリンクに忍び込んで現れたり、メルセデスチームが速度記録者に密かに搭載していた氷を使った冷却装置をアウトウニオンもなぜか同時に採用していたりするなど、ノイバウアーはスパイの存在を示唆する記述を残している。ありがとうございます。